はい、皆様こんにちは、加代真理乃でございます。今日はですね、元ヤクザの司法書士でおなじみ、高村隆一先生がですね、文春オンラインに、司法書士のですね勉強法を、語っておりましたので、これをちょっと取り上げてねお話をしていきたいと思うんですけれども、元ヤクザの勉強法、皆さんもね気になりますよね。岡山刑務所でまずい飯を食べさせられていたとおっしゃっていて、司法書士合格にですね8年かかったそうなんですが、勉強そのものはですね楽しかったと、すればするほど手応えを感じていて、地道に机に向かって、とにかく勉強法スタイルとしては過去問を解くスタイルで、独学の方が向いているっていうことでね、やっていらっしゃったんですけど、もちろん一部はですね、講座を取ったりとかっていうことをしてたんだと思います。講座取ると金払って満足してしまうというようなねところから、やっぱ独学向いてるっていうことだったんですけれども、やっぱり独学やっているとですね、かなりよくわからないところとかも出てくると思うんですね。で、こういったよくわからないことの解消法がすごく独特で、裁判所や法務局に電話をして聞くというスタイルだったそうです。いや、これすごいなと思いましてですね、その理由としてはですね、裁判所や法務局っていうのはとても親切、だし、税金でね運営されている以上、彼らもそれを教えるのが当然の義務であるということをね、おっしゃられていました。ただですね、同じところに何度も聞くのは気が引けるということで、全国各地に電話してですね、聞いていったとわからないことがあればね、すごい初めて聞いた勉強法というか、疑問解消法だなと思いました。裁判所や法務局っていうのは家庭教師なんだっていうことをお話しされていて、これはですね非常にユニークな勉強法だなと思いましたね。確かにですね、受験時代はですねこういった実務の現場に触れることっていうのはないので、こういったところに触れていくってことが最大のですね、勉強法なのかもしれないですよね。イメージがつかめるというか、私もですね受験時代はやっぱり法務局でどんなところかもよく分からなくて、今司法書士でね毎日のように縁がありますけれども、当時は分からなくて、で登記簿の見方っていうのもやっぱり分からなかったんですね。本物の登記簿等本を見たことがなかったので、そのテキスト上で登記簿等本らしきものを見て、登記簿を読めるようにしていったので、やっぱ本物の登記簿を見てみたいと思った時に登記簿の請求を一回してみようと思ってやったことがありましたね。それでその時に住所とね地番が違うこととかも知らなかったんで、なかなか取得ができなくて苦労しましたけど、実家の登記簿をね、取ってみて、結構ねそれはなんかすごくイメージがね、つきましたね。勉強にもなりましたけれども、何よりも実務のイメージをつかむってことは合格の先にあるものを見据えるためには、大事なことなので、やり方はいろんなことがあるにしろ、こういった裁判所や法務局に電話をして聞くっていうのは、一つありなのかなというふうにもね、思いました。あとはね、その法務局って資格者には結構ね、冷たいところもあるんですけど、当然資格者だからそんなことあなた調べなさいよっていうスタイルなのね、ただ一般人はねすごい優しかったりもしますので、それで言った勉強法もなかなかいいんじゃないかなというふうにね、思います。はい、いろいろね人それぞれ勉強法ありますけれども、何よりもね実務のイメージや合格のイメージをですねどれだけ描けるかっていうのはですね、メンタル面でね非常に大事なことだと思います。で、こういった勉強法もあるということでね、皆さんの参考になればというところで今日はねご紹介させていただきました。はい、ということでね、今日はひとまず以上でございます。何かね感想とかあればぜひ皆さんコメント書いてください。ということで、今日は以上です。ありがとうございました。